シーさんココナッツカップスです。12月15日、22日、アンシーの願いは叶う。ゲストはココナッツカップスの原純子さんです。よろしくお願いいたします。皆さん、楽しい内容となりました。聞いてください。よろしくお願いします。一番良かったのは高校生ぐらいだったんですけど、もう今はないですか？今はですね、少しありますよ。やっぱり、もう因子として入ってるので、でもコントロールできてると思います。あ、なるほどね。やっぱりね、精神的に神経質な子供だったので、そういうこう神経が高ぶるとちょっとこう出たりとかするので、なので、まあ仕事が今のインストラクターやってるので、それでコントロールできてると思います。もう皆さん本当に美しい方ばっかりで、すごい体調管理とかされてるんですね。もう一人一人順番にこの体調管理のやり方を聞きたいんですけど、この番組、コーナーなんですけど、心と体のバランスっていう、テーマになっておりまして、そして私が勉強しているヨガっていう語源はですね、調和、調和っていう言葉から来てるんですね。で、皆さん今日この六星というこの調和をね、どのようにこう保たれているのか非常に興味があって、ね、番組の方でもこうインタビューさせていただいたんですけど、その辺ですね、お聞かせ願いたいなと思うんですけど、もうね、はい、美味しいものをみんなで食べることです。美味しいものを食べる。美味しいものを食べて、はい、でやっぱり誰かが体調が悪かったりすると、はい、もうそれを誰かがねサポートしたりとか、うん、もうだん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 やっていくうちにね、こう阿吽の呼吸と言いますかね、阿吽の呼吸ね、2人ぐらいだったらいけるかなとか、3人ぐらいまでかなと思うんですけど、それが6人っていうのがすごいなと思うんですけど、やっぱり精神性のレベルがある程度高い人たちの集まりだなと私は思います。ありがとうございます。ありがとうございます。怖くないからいいのかもね。もう4年間出てきてもう、ね、でも結成して10年以上になるし、中にはもう20年、30年の付き合いの人もいるんで、だからいろんなこと知ってるもんね。そうですね。それでその、こう食事を一緒にする、まだ一緒に歌ったりする以前にすごくたくさんね、はい、みんなで一緒にご飯食べて話をして、なんか心がこう、一つ出会えたのかな。準備期間が大事だと思います。まあね、それがだからきっとその、歌に反映されてるんだと思います。最初の集まりが利害関係っていうか、はい、仕事っていう意識が全くない集まりだったのが良かったのかな。うん、そうですね。でもお仕事で、ね、お仕事もちろんそうですね。でも一緒になるんですけど、でもコーナスカップスはこう仕事と思って集まってなくて、どっちかっていうとなんかこう、趣味っていうかね、しい余暇を、そう、踊りと歌で楽しんでみようかなみたいな気持ちでね。でもね、今日本はね、こうね、うつ病になる人とかもすごい多くって、こうメンタルヘルスっていうのがね、職場でもすごく言われてまして、で、スキーで本当にこう始められたとか、その趣味とか今いう言葉が出てくる中で、でも仕事としてもやっぱりしっかりこう社会の中でこう成り立ってるっていうところが、こうすごく私興味あるんですね。はい、なので人間関係に困った時どうすればいいんですか、原さん。どうしましょうね。やっぱり思いやりを持って、はい、こう人に接するっていうのが一番大事なような気がしますね。なかなか大変なことだけれども、アシーさんどうぞ座ってください。本当に大変なことですけど、はい、怒るのはすぐできるので、うん、だけれどもやっぱり相手を思いやってる気持ちがこう伝わると、またそれがなんか自分に返ってくるような気がするんですよね。だからハーモニーって、まずはその相手の音を自分の中に受け入れてから始まるものだと思うので、はい、みんなの音を自分の中に、はい、一旦入れて、はい、それから消化するものだと思ってますから、だからなんかそういう気持ちがきっとみんながこう共有できると、もう何も言わなくても、はい、素敵なことが起きるの気がします。起きるんですね。
一人一人聞きたいんです。斉藤久美さん、斉藤久美さんはいかがですか？こう6世で合わせていく中で、うん、正直言って苦労した点とかないんですか？一つも。ありますよ。それはありますよ、うん、6世のハーモニーですから、はい、もう細かく言えばこう、うん、本当にぶつかって、うん、もうちょっとでも音程がずれると、うん、もうとんでもないところに行っちゃったりとかしますけど、はい、これは多分回数を重ね、はい、ずっとやっていけば、うん、もうちょっともっともっと上手くなるんじゃないかなと思って、今私たちねまだ修行中ですよね。もうね、そういった修行、修行いいじゃないですか。もう修行中です。もう修行、美味しいものを食べて修行しなきゃダメそうね、美味しいものを食べて、うんうん、じゃあ吉川智子さんはどうですか、はい、あの何ですかねこの調和を、調和、はいはい、に対してどう考えますか。ハーモニーですよね。ハーモニーですよね、はいはい、そうですね。もう私はあの本当にコーラスグループを、はい、あのばっかりやってきたんで、うん、あの実際にこう仕事でこう女子が集まった状態で、はい、こうやっていくと、うんうん、やっぱりこう言いたいことはちゃんと言っていかないとこうストレスが溜まっちゃうし、そうですね、だからその、うん、なんていうのかな、人が何人か集まったら、うん、あのこう遠慮しないでどん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 最初にこう密な関係を作っていくような間柄になっておくと、うん、はい、あのすごくね役割分担みたいなのができてくるんですよね。誰かが決めるわけじゃなくて自然に、うん、自然に、だからみんな、うんうんうん、ココナッツだってみんな得意なこと、はい、不得意なこといろいろあって、はい、なんかそういうことをみんなで分け合って、はい、このライブに向けても、うんうん、あのじゃあ私がこれはやっとく、じゃああなたこれやっといてね、うん、っていうのが、うん、あのいろんなことを重ねていくたびにすごくこう出来上がってきてるんで、だから私も30年やってる別 の、うん、あのトリオのコーラスグループがあるんですけど、かっこいいね、30年やってるんですけど、はいはい、あのまだココナッツはそれよりはまあ品種が浅いんで、はい、だからこれからどんどんそういうのが出来上がっていくんじゃなかろうかと。そうするとどんどんまたストレスも減ってって、うん、もう人間関係の信頼関係もどんどん深くなってっていうふうに育っていくのがグループかなって、うん、思います。今も進化し続けている途中であるってことですね。じゃあ、長谷美希さん、はい、あ、はい、そうですね、あの6人でね、あのこう一つの音楽ことをこう奏でてるときに、あ、今日は誰々が体調が悪いかなとか感じるときありますか？そうですよね、そういう意思の動態みたいな、ね、でそれを誰かがフォローするとかっていう、でもフォローするとかフォローしてもらったとかいうそういう意識もなく、うん、自然によくバランスをとってやってるような気がしますね。うん、相手のこの気を読むっていうね、気って目に見えないですけど、そうですね、うん、でもきっとそういう能力に長けてるメンバーだと思います。あ、うん、そっかそっか、目に見えない空気を感じたりとか、そういうちょっと能力があると思いますね。すごくスピリチュアルですね。そうだと思います。すいません、大丈夫です。はい、須垣真知子さん、ちょっとあの急性と芸名が、真知子です。本名と芸名、はい、あの長年コーラスやられていてですね、で、あのそうですね、一番こう楽しかった、一番ですね楽しいって思えるとこ、なんでどういったとこですか？コーラスの、うん、他の仕事でいろんな現場行くのと、はい、とにかくココナッツっていうのはもう全くなんか自分の中では違っていて、はい、こんななんかさっきもトコちゃんも言ってました、みんな役割分担とか言いたい気持ちとかをみんな言ったりとか、はい、あとその不思議なの、みんなこうそれぞれ家族とか身内とかそれぞれ持っている中で、それをみんな同じように、はい、みんな同じ心配し合って、はい、この誰が具合悪いよ、じゃあこれはこうだよっていうのは本人同士以外のところでも、はい、みんなすごくもうあったかい、もう思いやりっていうか、そのなんだろうな、一番近いなんか自分のなんか、あの困った時は純ちゃんだったらどうするかなとか、あ、久美ちゃんはいつもこうやってたなとか、なんかすごくそういった意味で一緒にこうずっとなんか行く仲間っていうか、教わる仲間っていうか、本当にそうなんですね。みんななんか食べ物も美味しいもの好きだったりとか、お酒だったりとか、とにかくみんな人間のことが好きですごく興味持っ
って、うん、何でも話しますから、うん、その気を感じ取る能力ももちろんなんですけど、うん、あの表現しますよね。もう思ったことは何でも言うし、うんうんうん、なんかそれも同時にもうみんな話して大変なことに一度に3つの話題が同時進行して、そうなんです、同時進行してね、あのもうそれでも全然 OK、 へー、全然 OK、 全然 OK、 周りの人は OK じゃないか、私そう周りの人も2回か3回やらなきゃいけないから、なんか私もその空気に包まれたいなー、空気にね、何がないだから、多分聞かれてる方もその一緒になるでしょうね。あの皆さんのこう舞台を見られて、音楽あの歌を聴かれて、あの一つに なるぞっていう感じになるんでしょうね。皆さんそれが魅力でこう何回もこう来られるんじゃないですか。そういうのね、はい、私たちお裾分けが好きです一人パパ何か自分で美味しい、例えばね、何かどっかで旅行に行きましたっていう時に必ず何かをこう買ってきてくれて、いいと思うものを、で純ちゃんも何か作ったらお裾分け、必ずこうなんか共有しますね、そういうものを、この間リハーサルの時は純ちゃん一人ずつお弁当作ってきてくれたりそんなね、それがお弁当じゃないそうだと思って、そういうね、本当にそう共有しますね、当たり前にそういう、なんだろう、みんな母性がすごく豊かな人が多くて学び、いつもね、どこで何をしてても多分、うん、ココナッツのことが、うん、いつも自分の中にあるんだと思うんです、うん、家族みたいな感じでもあるし、心の家族かなと思いますけど、だから何かすごく可愛いのを見たら、あ、これはお姉ちゃんに、これはじんこさんにとか、もうそれしかもう発想しないから、別にこうそれをしなきゃいけないなんて一切なくて、したくっても、なんかもう自然発生的にこう、お裾分けしちゃう感じかもしれない。清水さんね、はい、あのこのちょっと聞きたいこといっぱいあってすみませんあのこのね、六世の声が一つにこう調和になった時のこのね、なんていうか気持ちというか、そういうこう状態ってね、言葉でこう表せないと思うんですけど、何が一番こう魅力なんですか、その状態の一つ、ね、今日は一つになったっていう状態の、そう、あのね、なんていうんですか、自分がね、はい、なくなる感じがする時があるんですよ。自分がなくなる、そう、なんかストンとなくなって、その音だけになる、はい、で自分はもちろんそこの中に溶け込んでいるんですけれど、はい、こう自分というものがあまり感じられなくなるって、はい、あのヨガやってはったらシャバーサナの時が一番それが必要じゃないですか、はい、そうですね、そのシャバーサナにもしかしたら近い状態が一番すごくもう上とつながってるかもしれないぐらいの、はい、そんなことは聞きたい、あの何でも自分がないっていう、はいはい、あの、で私はなんか、私がですよ、それぞれ言葉にするとね、感じ方とかがまたあると思うんで、表現の仕方があると思うんですけど、まあ、ヨガで言ったらね、瞑想をするのは何のために瞑想をするかって言ったら、自分を消すためなんですね、自我をなくす、でその境地になるとストレスがどっかに飛んでいっちゃったりするんですよ。で自分自分って言ってる間は自分の考えにマインドにとらわれてるので、なかなかこうすっきりしなかったりバランスが崩れたりするんですけど、それが体調の不調の原因になったりする。またちょっと私の話になっちゃったんですけど、じゃあですね、じゃあ、本当に素晴らしいあのグループ、コーラスグループですけども、じゃあ最後にですね、どうですかね、皆さんのこのちょっと和音を聞きたいんですけど、じゃあ和音、波空、波空って言ってます、波音、波音、ザ・ココナッツカップスです。はい、アンシーさん、ザ・ココナッツカップスです。いきますか、それ変、やってみましょう、やってみましょう、ずっとその人、その人も、その音、アンシーさん、ココナッツカップス、なんかすごいですね、アンシーさん、ココナッツカップス、せーの、アンシーさん、ココナッツカップスです。ありがとうございました。皆さん、番組の方ですね、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。お願いします。